チャンネル66。What's up 66ジンです。今回はコメント欄の方にリクエストをいただいたフルカウントの1101番のジーパンの動画をお届けします。今回の動画の内容はこのジーパンの解説と、ただいま32、33、34、36のサイズのサイズ感、そして着用した雰囲気をお届けします。それでは解説していきます。フルカウントの1101番なんですけども、もう見た感じ、もう元々のリーバイスの501のタイプに、もう本当にそっくりなシルエットとなっておりますね。はい。一つ一つ言っていきますと、生地の方は 13.7 オンスジンバブエデニムを使用しています。すごく速乾性もあって、すごく履きやすい。ね、横のテンションがすごく若干緩めですか、若干緩めに取ってあるんで、もう伸び縮みっていう部分というか、もう本当に履きやすいですね。もう履いた感じがもう気持ちいい感じで履けるジーンズになります。はい。で、まあポケットの方も若干こう大きめのポケットがしっかりいい場所についていて、バックシルエットなんかもすごく綺麗に履けると思いますね。で、ね、もう全部フルカウントも全部そうなんですけども、このステッチもここを巻いてからのステッチですね。ここをまっすぐ取ってからパッチをつけるタイプじゃなくて、こう巻いてます。そちらの方は昔のリーバイスの WX なんかにたまに見られるこうディテールなんですよね。その作り方ですね。そういうところもちゃんと再現されております。で、糸の方ももうかなり多い量の糸を使ってまして、12本だったかな、こう違う糸をこう使ってるんで、すごくこだわった作りになってます。もちろん、皆さんのね、大好きなセルビッチですね。耳もしっかりついています。赤耳と呼ばれるものですね。で最近ではね、若干ロールアップなんかして、これ見せて履く人なんか多いかと思います。それでは、フロントの方も見ていただきましょう。もう見た感じ、ザ・デニムっていう感覚ですね。フロントは、ボタンフライになっています。はい、大体、まあ、ボタンフライですよね。で、コインポケットにリベットも貼ってあって、もう、股上も、もう、長すぎもせず、短すぎもせず、っていう感覚の股上ですね。太さも、太からず、細からず。もう、ビンゴな、もう、ザ・ジーンズ。2回言ったけど、ザ・ジーンズなんです。はい。こちらの方の一番、めちゃくちゃ、いいと思います。はい。フルカウントの1101、32のサイズです。はい。僕、多分この32のサイズでちょうどいいと思います。本当にね、雰囲気がね、リーバイスの501を昔買った時の雰囲気に似ております。はい、ポケットもね、いい感じの高さがありますね。もうワンウォッシュなんで、はい。もうこれ以上縮みはほぼほぼないと思います。はい。私で32のサイズがジャストかと思います。どうでしょうね、この太さです。で横からがね、一番わかりやすいと。はい。こちら33のサイズになります。若干ゆとりがありますね。まあ、これも僕ね、履いてみたんですけども、サイズ感ちょうど、これでもいいかなと思います。このぐらいの太さです。生地は 13.7 オンスのジンバブエデニム。もうフルカウントの、もうド定番ですね。そちらのデニムを使用しております。すごく履き心地はいいですね。とっても柔らかくて年中履けるジーパンですね。この太さです。続いて34のサイズです。はい、若干もう本当に太くなって、いきなりなんか太い感覚になります。はい、この上の太さがありますね。若干ルーズに履く人なら、ね、僕の体型でもいいと思うんですけども、ちょっとしっかり履くならもうちょっと大きな体験の人に書いていただきたいですね。とても履き慣れ感はありますね。やっぱりね、501に近いっていう形なんで、はい、履き慣れ感はあります。まあ皆様これ選んでいただければすごくいいかと思いますね。とってもこの太さです。次は36のサイズです。35を飛ばして36のサイズになりました。
いや、これは太いですね。この僕が履くにあたってなら、この太さを履くなら丸号でも全然問題ないかなと、ウエストをもうちょっとちっちゃくしてとも思います。はい、この太さですね。余裕ががっつりあります。ただね、スタイルとしては丸号よりも細いスタイルになりますので、本当にね、先ほども申しましたが、リーバイスの501が履き慣れた方なんかはこのタイプを選んでいただければ最高にいいかと思います。もうアメッカジマシグラって感じですよね。はい。このデニムね、丸5だったらちょっと太すぎる、丸8だったらちょっと細すぎるっていうお客さんね、501、リーバイスの501なんか大好きだった古着好きのお客さんとかもめちゃくちゃかっこよく、めちゃくちゃ気に入って、ちょうどいい雰囲気で履けると思いますので、ぜひこのジパン気になる方は動画概要欄の方にリンクが貼ってありますので、そちらの方から購入してください。これからもサイズが整ったものがあったら、サイズ感の動画などをお届けしていきますので、チャンネル登録、高評価もしてお待ちください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。また見てね。